広告写真は、商品、サービス、企業等の宣伝、広告の目的で撮影された写真。コマーシャルフォトとも呼ばれるが、一般に、宣伝写真とは言わない。また、商業写真は、結婚式場、百貨店などの撮影スタジオや街の写真館による、営業写真まで含むため、広告写真とは区別される。ポスターチラシや新聞、 雑誌等の紙媒体に用いられることが最も一般的であるが、ウェブに掲載される場合もある。広告の発展とともに普及し、特に20世紀後半に目覚ましく広まった。当初は、それまでの、いわゆる美人画を置き換える形で、商品やサービスを象徴する、ものをモデルと共に、植物的に撮影するケースがほとんどだったが、後の戦時下でのプロパガンダの研究をきっかけに、 広告にグラフィックデザインの概念が定着した1950年代以降は、広告写真は、企業イメージの向上といった、より抽象的な訴求を担うことも増えた。いずれにせよ、現代においては、最も一般的に目にできる、写真様式であると言っても、過言ではないほど普及している。広告写真は、企業等が伝えたいと考える、商品。 サービスの長所や利点、良い企業イメージを伝達する目的で演出が施されており、撮影される内容は真実であるとは限らない。また目立たせたいがために、しばしば誇張を伴うことすらある。そうした観点から、報道写真とは対局をなすと言える。19世紀末頃から、大正時代に、中央公論など、総合雑誌や、週刊誌が次々に創刊され、 これら紙媒体の増加に伴い広告表現も変容した。大正時代末頃からイラストから商品写真が主流となっていく。さらに、昭和初期の1930年代に印刷技術が進化し、オフセット印刷やグラビア印刷により写真や絵などの転写に適す様式となった。また、同時代には女性向けの化粧品等を扱う資生堂や ビールなどの種類おろし会社、洋式の家具やマットレスなど扱う家具や、石鹸などの日用品など、個人商品を対象とする多様な企業も、流星となる。こうした企業の一部には、反則を目的として、自社内に広告部門を設置し、広告カメラマンを置いて撮影する企業もあった。著名なところでは、資生堂のイブカ印などがいる。 1930年代のこれら企業内カメラマンが広告写真という言葉を使用した。戦後から人々の生活や経済が回復していくとともに個人消費も回復し企業が広告を掲載する紙媒体も多様化していった。ホンダ技研工業や資生堂など一部の上場企業は広告制作部を社内に残したが 広告代理店が出現して、TV を含む多様な媒体への取り次ぎに特化した、ことから、次第に、企業広告の制作も代理店が担い、広告制作会社へ委託するようになっていく。総合広告代理店が台頭した1980年代頃から、撮影が異なる TV 用の CM と区分けする意味で、コマーシャルフォトの用語が見えるようになった。 当時の日本における代表的な広告写真に、コトブキ屋の赤玉ポートワインの女性像などがある。ハットとはいえ、居酒屋で目にする、ビアジョッキを手に微笑む女性といった古典的な広告写真も根強く制作され続けていることも事実である。バーブ、ファンキー通信、消えゆく、水着美女、ビールジョッキポスター。ライブドアニュース。 LINE 2015年6月25日閲覧。ありがとうございます。